津市の養成小学校で始業式が行われ、およそ210人の児童が元気に校歌を歌いました。式では堀内晋三校長が、地震や台風などの災害が起きているので、もう一度自分の命を守るためにはどうしたらいいか考えてほしいと話しました。その後、教室に戻った児童たちは宿題を提出したり、友達と夏休みの思い出を話したりしていました。福井県に旅行に行きました。どうだった？楽しかったです。勉強をたくさんできるようになりたい。とベトナム行きました。あの学校はなんか早あのもっと早く来てほしかったです。まあ、運動もして2学期も頑張っていきたいです。家の中で本読んだりして過ごしてました。なお、県内の多くの学校では今日始業式を迎えましたが、県立高校4校、明和町の小中学校合わせて6校で休校になったほか、尾鷲市の小中学校合わせて7校で始業時間を遅らせる対応を取りました。